おはようございます。それではスタートしましょうか。はい、スタートします。おはようございます。今日は8月20日ですね。8月20日、もう20日ですね。8月20日。夏も早いですね。夏もあっという間に、まあ、過ぎちゃうというか。今日は雨なんですよね。雨が降って外に出れるかどうか。どうします？雨が、ちょっと降ってきたな。どうしよう。やむかなと思ったんですけどね、ちょっとやまないですね。どうしよう。雨がやまないですね。どうしよう。ちょっとやむまで待ちましょうか。7時ぴったり。やむまでちょっと待ちましょう。やむまで。すいません。今日は涼しい。そうですね。今日は涼しいですが、雨が降ってますので、ちょっと止むまでですね。はい。すいません。こういう感じで。ちょっと雨が降っております。はい。おはようございます。外に出たいんですが、ちょっと止むまで待ちましょう。牧師さんなんですか？はい、牧師です。僕牧師です。はい。今日はね、ちょっとタイトルをつけてみましたね。絶えず人生をチェックしよう。絶えず人生をチェックしよう。皆さん、今日思わされたのはですね、まあ、車を運転する方もいると思うんですが、まあ、車を運転するとですね、前をずっと見るわけですね。こう、前を見る。そして、こう、よそ見をしちゃいけないわけです。リュウさん、自宅待機中。よそ見、私にしょっちゅうよそ見をするとですね、まあ、怒られるわけですね。あなた、前見てってこう言われるわけです。はぁって言って。で、キョロキョロ、私はどっちかというとキョロキョロするタイプで、非常に危ないわけですね。ちょっとこう、よそ見してると、ね、前が見えなくなりますから、なぜ土曜日配信しなかったんですか？ごめんなさいね、先週は周回配信のために休みました。それでもう前を見てるんですけども、見なきゃいけないんですけども、人生も同じだと思うんですね。アーサー・ホーランド知ってますか？知ってますよ。その人生っていうのはいつも前を見てね。前を見て自分がどっちに行ってるのか、今どういう状況なのか絶えずチェックしないとぶつかったりするわけですね。道を間違えたり、信号を見損なったり。私ね、もうちょっとあまりいいドライバーじゃなくて、赤信号気づかないでこう行っちゃったこともありましたけど、非常に危ないですね。すごく危ない。やはりよく注意しなきゃダメなんですけど、私の場合注意散漫なんですけれども、この、集会は楽しかったです。エイジさんは集会行かれましたね。何歳ですか？ 64 歳ですね。コメント全部読んでください。ごめんなさい。コメントはですね、全部ちょっと読めないので、
町田も雨ですか。今ちょっと降ってますけど、まあ、止んだら行きたいなと思っておりますが、道を外して脱線したので自殺したいです。いえいえいえ、アーロンさん大丈夫です。まだ、やり直しが効きます。多くの人は失敗しますけど、イエス様こそやり直しです。ぜひ皆さん、人生はやり直しが効きますから、安心してください。ね。安心してください。やり直しが効きます。自暴自棄にならないでくださいね。自暴自棄にならないで。人生、やり直しが効くんだよ。人生、やり直しが効くんだよということで、ぜひ皆さん、もう自暴自棄しないでください。それでですね、50歳からでも、もちろん、50でも60でも70でも、やり直しが効きます。やり直しが効きます。あ、大喜利、昨日ですね、大喜利をやりました。キリスト様を呼ぶにはいくらかかりますか？お金はかかりません。お金はかかりません。ただ、イエス様と叫べばいいんですね。イエス様と叫べば、誰でも人生やり直しに効きます。多くの人はですね、イエス様じゃないものをに頼ろうとしていますね。年金に頼ったり、なんか自分の財産に頼ったり、自分の能力に頼ったり、仕事に頼ったり、多くの人は、イエス様じゃないものに頼ります。それが偶像崇拝ですね。それが偶像崇拝。欲望を追求したり。そうです。アスバさん、その通りです。イエス様と言えばいいんです。イエス様と言えば、それが、ぴったし感覚なんですね。イエス様ということが大事です。はい。罪のこと、的外れという意味もあります。的が外れている。つまり、的じゃない方に向かって、こう、打っている。多くの人は的外れです。ね、本当の正しい的を持っていない。目的を持っていない。人生の目的が間違っている。イエス様元気ですか？イエス様元気ですよ。イエス様元気です。多くの人は的外れ人生ですね。的外れ人生。ぜひ皆さんは、イエス様に焦点を絞ってください。その通りです。その通りです。それを、体験しましょう。実行しましょう。体験すること、実行することがとても大事です。はい。まあ、そういうわけで、皆さん、私たちは安全運転をしなければいけません。その安全運転というのは、ギャンブル人生も救われますか？はい。イエス様を信じるとですね、ギャンブルをやめたくなってきます。やめたくなってきますね。だんだんギャンブルやめたくなってきます。ちょっと外を見に行きましょうか。雨が止んだらですね、外に行きたいと思ってるんですけど、いかがでしょうか。まだ、ちらりふらり、ちらりふらり、
恋やお金、人生こそ的外れですね。そうですね。恋や お金、人生は的外れです。的外れということは、場合によっては、その、運転が間違った、あれ、ピント、なってます。結局、道が間違えて、間違った方に行っちゃうということですね。本物の愛って何ですか？本物の愛っていうのは、これとても大事なんですよ。とても大事。本物の愛。神は愛ですという言葉があります。本物の愛っていうのは神様のことですね。そしてその、人間にはですね、その本物の愛はないんだということですね。本物の愛がないので、私たちは本物の愛を受けなきゃいけないんだということですね。イエス・キリストを信じると、本物の愛をもらえます。恋愛はいいんですか？恋愛はダメです。恋愛は本当の愛ではありません。恋愛は妄想です。妄想です。過ちは許されますか？イエス様によって許してもらいます。十字架。はい、十字架見せてください。十字架。ここにも十字架があります。口は白い十字架。白い十字架ね。十字架によって、ね、許されます。本当の愛は異性感じゃないの。人間の愛、ね、恋愛の愛とか、同性愛も、嘘の愛なんですね。嘘の愛。イエス様の愛を信じます。チェルさん。はい。イエス様の愛を信じます。アメン。素晴らしい。愛を追い求めなさいという命令があります。イエス様の教えはですね、本当の愛で人を愛する愛し方。こうすれば本当に愛になるんだよという。イエス様の教えは、神の愛で人を愛することの教えなんです。つまり私たちは、イエス様から学ぶんですけど、本当の愛で人を愛することを学んでると言ってもいいでしょう。世の中には本当の愛がないんです。本当の愛がありません。本当の愛のふりをしているだけなんですね。同性愛が本当の愛なら怖いの。相談いいですか？コラボはちょっとできないんですけども、コメントで相談してください。ね。息子さんのご容態いかがですか？ご容態というと、病気ではないですね。相談いいですか？いいですよ。はい、米相談してください。はい。挨拶もできないなら伝道できないぞ。すいません。挨拶はですね、ごめんなさい。まとめてします。ちょっと個人的には大変なので、まとめてします。おはようございます。雨ですか？はい。まだね、ちょっと降っているんです。ちょっと降っているので、もう少し待ちます。本当の愛。信仰というのは、結局はですね、本当の愛を学ぶことと言ってもいいかもしれません。私たちは、愛を身につけるというか、愛の人になるというか、私たちはイエス様から愛を学んでいると言ってもいいんです。神は愛です。そして私たちは、もともと自分の中に愛がなくて、イエス様から
学んで初めて愛を身につけるということでしょうか。ぜひ皆さんもまずその自分の中に本当の愛がないという、あ、質問ですね。私は高校3年生で二次元に恋をしています。現実の異性に全く興味がないので告白などされても二次元しかもう見る目がない。あ、そうですか。まあそれもね、二次元の愛、恋愛もイエス様を信じると、あの、そういう妄想がなくなってきますので、ぜひ、あの、妄想がなくなります。6年間の二次元恋、はい、あの、そういう二次元恋も癒されます。大丈夫です。イエス様を信じてください。そうするとその二次元恋の妄想も癒されていきます。ですからぜひね、まあ一種のそういう性的錯誤だと思うんですね。二次元恋っていうのも性的錯誤だと思います。まあ同性愛と同じ、同性愛も性的錯誤なんですね。そういうものが癒されます。おじいさん、神父さん、普通の信者、牧師です。ね、牧師です。はい、わかりました。アメン。オウムはどう思いますか？あの、オウム真理教っていう名前ですよね。でも、そこには真理がないんですね。そこには真理がありません。本当の真理は、イエス・キリストにあるんですね。イエス・キリストにあります。私たちは、イエス・キリストから真理を学んでいます。そして、真理を学ぶと、自由になるとなります。ぜひ皆さん、私たちは、その、本当の自由になる必要があります。本当の自由になる必要があります。キューちゃんは以前レイプ願望をして言いましたけれども、現在は悔い改めているのですか。人間はみんな罪があります。つまり罪というのは悪魔の心ですね。悪魔の心。それをですね、あの、悔い改めてイエス様を信じるわけですね。M1 の相手方はクリスチャンですか？クリスチャンではありません。クリスチャンではありませんが、クリスチャンに、まあ、なろうとしてるというか、まあ、クリスチャンを受け入れてるというか、クリスチャンに近づいている方ですね。質問です。私の知り合いがエホバの宗教に入っており、エホバを進めています。入らないかと、入らないでくださいね。今日三大異端。三大異端。5年ぐらいエッチしてないんですが、した方がいいですか？いえ。純潔ですね。純潔。皆さん、ぜひ、純潔がとても大事です。世の中はですね、もう純潔がないような世の中ですけど、それは、間違っているんですね。皆さん、純潔がいかに将来を守るか、将来を良くするかを知ってください。多くの人は、そういう純潔を捨てて苦しくなってしまうんですね。どうやって見分ければいいですか？私はあの、プロテスタントのカリスマ派ですね。ぜひ、あの、カリスマ派の教会に行ってください。わかんなければですね、あの、スカイプの方で聞いてください。紹介します。カリスマ派の教会を紹介します。金の目がめっちゃきれい。ああ。
鐘を鳴らしている教会なんですか？珍しいですね。鐘を鳴らす教会があるんですね。制服はないんですが、どうしたらいいですか？それは正解です、正解です。結婚してないだったら、性欲ない方がいいんですね。性欲ない方がいいんです。教会内恋愛はいいのですか？いや、ダメです、ダメですね。信仰結婚だけですね。信仰結婚だけです。この地球はいつか滅びる。エホバに入れば死なない、生き延びることができると言われたんですが、どうでしょうか？いや、そうじゃないですね。地球は滅びます。でも、エホバに入ることが大事なんじゃなくて、イエス・キリストを信じることが大事なんですね。組織崇拝はダメなんですね。カリスマ派なんですか？そうです。カリスマ派。カリスマ派って何ですか？カリスマ派って何ですか？カリスマ派っていうのはですね、今、世界で一番、燃えている宗派と言ったらいいんでしょうか。世界で一番ですね、リバイバルを起こしているプロテスタントです。ぜひ皆さん、カリスマのクリスチャンになりましょう。教会のホームページありがとうございます。信仰があれば結婚できる。よくわかりません。つまり結婚というのは、恋愛結婚だと、破綻するということですね。破綻。で、結婚するためには、いつまでも変わらない神の愛が必要だということですね。はい、チェリーさん、スカイプありがとうございました。結婚するためにはね、本当にしっかりとした信仰から来た神の愛がないと、生涯愛し続けることはできないということですね。世の中の結婚は間違ってるんだということですね。世の中の結婚は間違っています。皆さんがいい結婚したいならば、まず信仰を持って結婚をすることですね。日本には今、リバイバルの雨が降っています。アメン。キューちゃんは恋愛結婚なんですか？はい、私はね、クリスチャンになったばっかりだったので、恋愛結婚してしまいました。やはり最初はうまくいかなかったんですね。うまくいかなかった。信仰結婚して性格が合わなかったらどうするんですか？信仰というのはですね、許し合ったり、愛し合ったりします。だから性格が合わなくても大丈夫なんですね。性格が合わなくても大丈夫。なぜわざわざ福音派から転校する必要があったんですか？油注ぎが必要なんですね。油注ぎがないと元気になりません。ユースパスターという若い先生の採用どう思いますか？ユースパスターというのは、若い人のための牧師という意味で、若い先生という意味じゃないんですよね。若い人のための牧師という意味じゃないかなと思います。だから、年取ったユースパスターもいてもいいんじゃないかと思いますが、もちろん必要があれば全然問題ないと思います。アニミズムを否定するのはカルトですか？いや、キリスト教というのは当然アニミズムを否定します。アニミズム、なんて言ったんでしょうか。原始宗教と言ったんでしょうか。そういう死者に対する崇拝はアニミズムだと思います。カリスマ派以外で油注ぎないのですか？ペンテコステ派もあります。ペンテコステ派もね。ペンテコステ派もあります。完全なものが現れたら不完全なものが廃れると書いてありますが、予言以外はどう思いますか？はい。予言以外はですね、一時的だと思いますね。一時的。愛は残ります。愛は耐えることがないと書いてありますね。デビッド・テイラーさんは、油はすごかったんです。
キリストも一度死んだ死者じゃないですか。はい、一度死にました。私たちのために一度死にました。しかし、三日目によみがえったんですね。三日目によみがえりました。アメン。今、生きておられます。今、生きておられます。ちょっと外出てみましょうか。油注ぎの意味を詳しく教えてください。油注ぎというのは、精霊を注がれることですね。呼んでるかな。精霊を注がれる。まだ来てます。残念ですけど、ちょっとまだ来てます。まだ降ってますね。はい。16世紀頃、宗教戦争が多くあったらしいですが、どう思いますか？あれですよね、プロテスタントとカトリックの戦争だと思うんですが、それはね、やっぱり信仰義人といってね、そのカトリックが免罪符で、免罪符を買ったら救われるという教義があったんですね。何の宗教ですか？私も入りたい。キリスト教です。キリスト教です。ですから、その免罪符で救われるんじゃなくて、信仰で救われるというマーチン・ルターの宗教改革は必要だったと思いますね。大きな霊的な戦いだったと思います。ですから、それは、ある意味では霊的戦いの大きな一つというふうに考えていいと思いますね。ちょっと失礼する。そうですね。フランスを二分する勢いで戦争したらしいですね。そうですね。牧師の定義は何ですか？牧師はですね、羊を牧するという感覚、羊飼いが羊を牧するという感覚で、クリスチャンを教えるというか、クリスチャンを指導するというか、それが、牧師ですね。ルターの判断は正しいですか？もちろん、信仰義人は正しいですよ。信仰義人がなかったら大変。はい。はい。ラピスさん。はい、おはようございます、ラピスさん。完全なもの、ごめんなさい。完全なものとは聖書のことではないでしょうか。完全なものが現れたら、イエス様のことだと思うんですね。完全な方が現れるまでは、予言、異言が必要ということでしょうか。親分はイエス様という映画知ってますか？知ってますよ。見たことあります。最近の福音は油注ぎが冷えていってしまってる感じがします。そうですね。私も、福音屋のことをよく知っていますけど、だんだん油注ぎがなくなってきているような傾向が感じます。さっきイエス様生きてると言ってたやん。イエス様生きてますよ。イエス様生きてます。でも、イエス様が再臨するんですね。あと何年かわかりませんが、イエス様がもう一度この地上に来ます。そのイエス様が現れたら、予言異言が廃れるということですね。予言異言が廃れる。完全なものが現れたら、ね、不完全なものはいらないという。
親分はイエス様のモデルになった牧師先生の教会に行ったことあります。あ、そうですか。そうですか。はい。まあ、そういうわけでですね、皆さんが、その、自分の人生をチェックして、地獄に向かっているのか、天国に向かっているのか、ね、その皆さんが自分の人生を正しく運転してほしいのです。つまり神を信じれば人生勝ち組だと。その通りですよ。その通り。地獄に行くことが負け組、天国に行くことが勝ち組です。天国に行くことが勝ち組ですよ。ぜひ皆さんが人生に行ってほしいです。勝ち組になってほしいですね。勝ち組になってほしい。地獄に行ってほしくない。イエス様が十字架にかかったのは皆さんが勝利してほしいからですね。勝利してほしい。天国に行くということが勝利なんだよということですね。キューちゃんもどっち？私はもちろんイエス様を信じています。そして伝えています。天国に行けると信じています。でも私もちゃんと正しく運転してよそ見しないでね。よそ見しないでまっすぐに正しい道は運転しないと。どっかぶつかっちゃったら大変ですね。安全運転をして、安全運転をして、天国まで、しっかりと、完走、まあ、天国完走、天国マラソンの完走ってよく言うんですけど、天国マラソン、したいと思いますね。天国マラソン。天国マラソンですね。免許あるの。一応免許証持ってますね。牧師の免許証持ってますが、だけどね、それは人間的なものです、ね。大事なのは神様からの資格ですね。神様からの資格が大事です。人間の資格は本当の資格ではありません。なんで横を向いて飲む？いや、本当隠れて飲みたいんですけどね。隠れて飲みたいと思ってます。最近スクーター乗ってますか？乗りたいと思ってますが、なかなか乗れません。キューちゃん、今年金生活ですか？はい、年金生活です。神様、夢見ますか？まだですね、夢の中でイエス様と会ったことがないんですが、夢の中でイエス様と会いたいと願っております。地球はあと500年で寿命ですが、末期もイエス様を敬うのですか？イエス・キリストを、敬わないとですね、イエス・キリストを敬わないと、天国に行けません。牧師の免許をどこが発行しているの？そうですね、免許証持ってきてもいいんですけど、後で個人的に聞いてください、個人的に。はい。神は自分自身です。いえいえいえ。私たちは人間です。私たちは神ではありません。私たちは作られた存在ですね。作られた存在。私たちを作った神様がいるんだということですね。入れ墨は罪ですか？旧約聖書に入れ墨は禁じられてます。禁じられてます。イエスの箱舟知ってますか？知ってますよ。最近の説では宇宙も終焉に向かっている。聖書もそう言ってますね。
富士山は噴火すると思いますか？なんかしそうな感じがしますね。どこで発光してるか、それちょっと見ないと、ね、正確に言えないので、見ないとわかりません。はい。聖書は書き換えられており、空白の歴史があるという説がありますか？昔のね、昔の、聖書が発見されることがあるんですね。はい、またスカイプでお話したいですね。そうですね。で、昔の聖書、写本って言うんですけどね。その写本と今の聖書を比べると、ほとんど同じだそうです。ほとんど同じ。だから、あまり書き換えられてないということですね。薬剤上がりの神父様いますか？いますよ、たくさん。たくさんいます。油注ぎしたいんですか？皆さんね、油注ぎを受けます。ね。油注ぎを受けます。そもそも聖書って誰が書いたの？人間が書いたんですけども、たくさんの人間が書きましたけども、でも霊界によって書かれたと書いてありますので、やはり神様が書いたと考えましょう。ね、聖書は神様が書いたと。神の言葉だと。そのように信じましょう。ツイキャスやってみたいですけど、ネットのコツは何ですか？ネットのコツですか？あまり、コメント、悪コメに振り回されないことですね。悪コメをスルーしてですね。そして、継続することですね。継続すること。悪魔払いできるんですか？カリスマは悪魔払いはしますね。カリスマは悪魔払いします。新共同訳の聖書を読んでいるのですが、問題ないですね。はい、大丈夫だと思います。ラブヤンに教えていただいて、初見で来ました。はい、いらっしゃい。いらっしゃい。13と666という数字は、神聖な数字ですか？それとも悪魔を意味するのですか？ 13 は関係ないですが、666は、反キリストを表すと書いてありますね。反キリストですね。福音書は信ずるに値しますか？信ずるに値します。今日は笛ありますか？今日はですね、その笛吹きません。ゆいがさん知ってますか？名前だけは知ってます。名前だけ知ってます。初見、おすすめから来ました。おすすめっていうのがあるんですか？おすすめっていうのがあるんですか？なかなかキリスト教のことをですね、聞くチャンスっていうのは、普通の日本人にとって少ないと思うんですね。テレビでもあまりやってないし、もちろん学校でもやってないし。ですから、ツイキャス、ニコ生で、初めてキリスト教に触れるんではないでしょうか。信仰によって恐れはなくなりましたか？はい。信仰によって恐れがなくなってきます。奥さんとの共演ありますか？かなり昔にありました。最近は全然ないです。おはようございます。久しぶりに来ました。いらっしゃい。いらっしゃい。イザヤとキリストの関係を先について教えてください。
まあ、ユダヤ教のメシア、ユダヤ教のメシアがイエス・キリストだということですね。キーちゃんの聖書を信じる根拠はどこにあるんですか？聖書を信じる根拠。そうですね。まあ、聖書の言ってることは、正しいと。聖書の言ってることは正しいと聖書にも書いてあります。そして、調べてみても正しいというふうに考えています。聖書の言ってることは正しいということを体験していますね。納得しています。納得しています。キーちゃんって若い頃も敬語で喋ってたんですか？まあそれはですね、家族とかね、家族とか親しい人の中ではちょっと言い方が違うと思います。奥さんを愛してますか？愛してますよ。私たちは神の愛で隣人を愛します。神の愛で、分け隔てなく誰に対しても愛します。デリホスにはまっています。イエス様を信じましょう。ね、イエス様を信じることによって、デリホスに頼ることはなくなります。ね、デリホスに頼ることはなくなりますので、ぜひ、イエス様により頼みましょう。ね、イエス様により頼むのです。仏教についてはどう思いますか？仏教に救いがありませんね。仏教に救いがありません。救いはただ一人。救いはただ一人。イエス様だけです。神様は一人しかいません。ぜひ皆さん、惑わされないでください。真理は一つ。真理は一つ。皆さん、数学の答えは、大抵一つですよね。例外はあるかもしれません。数学の答えは大体一つです。つまり、全部とは言いませんが、陰謀論に振り回されない方がいいと思います。神様はイエス様だけですね。アメン。アメン。密教どう思いますか？イエスキリスト以外に、ね、正しいものはないのです。キリスト教とプロテスタント。カトリックのことでしょうか。カトリックが古くてプロテスタントが新しいということですね。プロテスタントが新しい。それでプロテスタントの中でもカリスマが一番新しい。ね、カリスマが一番新しい。はい、それじゃあね、明石タイム行きましょう。明石タイム。仏典読んだことある。少しあります。アメンっていうのは返事ですか？まあ返事にもなるということですね。はい。はい。じゃあ証し行きましょう。イエス様を信じて、イエスキリストに救いがあるということが分かった証し。イエスキリストを信じて、人生を正しく生きれるようになった証し。イエス様を信じて、イエス様を信じて、イエス様の教えこそ正しい、神の愛が本当の愛だということが分かった証し、スタート、スタート。神の愛が本当の愛だということが分かった証し、スタート。
いつも不安だった。常に平安、シャローム、アメン。いつも不安だった。今は常に平安、シャローム。神の愛はみんなに注がれますか？イエス・キリストを信じると、イエス・キリストを信じると神の愛が注がれます。神の愛が注がれます。イエス様がいなければ僕は生きている意味がありません。神の愛によって平安に満たされています。トグちゃん。アメン。アメン。バイク暴走配信見返してきたわ。あの配信最高だった。神様はホームレスをなぜ救わないのですか？誰でもイエス・キリストに会って救われます、ね。イエス・キリストに会って救われます。イエス様を信じて悩み無用になりました。イエス様を信じて悩み無用となりました。アメン。神の裁きは近いと思いました。教えが違う同士の摩擦はどうするのですか？そうですね。教えが違う場合には一致ができませんね。他宗教にも素晴らしい教えがあると思いますが、救いはイエス様だけですね。アメン。アメン。でも、リュウさん、救いがなかったら素晴らしい教えとはなりません。救いがなかったら、やっぱり間違いなんです。ね。逆にかえって、救いがないならば、その素晴らしさがあだになります。救いがなければ、もう、それは全面的にダメなんですね。全面的にダメです。どうしたら天国に行きますか？イエス・キリストを信じて永遠の命を受けることですね。イエス・キリストを信じて永遠の命を受けると、天国に行くことができます。今日、仕事休みになったけど、どうしたらいいね。で、今日はですね、聖書を読んだり、お祈りしたり、信仰的な一日にしてくださいね。信仰的な一日。この前の集会でキューちゃんに葉っぱかけられたように思います。ああ、そうですね。それはあると思います。私も神父になりますか？はい。牧師になってください。牧師になってください。自殺すると地獄に落ちますか？はい。自殺すると地獄に落ちると思います。日本にはいろいろな宗教がありますけれど、お金や無理な誘惑ばかりです。聖書難しいんだよね。なんか、漫画にしてくれるといいね。漫画聖書ってなります。漫画聖書。だから、ググってください。漫画聖書とググると、アマゾンで買うことができると思いますね。ケルトはどう思いますか？ケルト民族のことでしょうか？ケルト音楽のことかなと。死ぬ直前にイエス様と叫んだら天国に行けるとマジですか？そうです、そうです。でもできれば今叫んだ方がいいですね。今叫びましょう。イエス様より前に生まれた人間は、人類はキリスト教を知りません。全員地獄に落ちたんですか？まあ基本的にはそうですね。
基本的にはそうです。しかし、旧約のね、旧約の、その、イスラエルでは、もちろん救われた人もいます。救われた人もいますけど、原則的には、異邦人は救われませんね。イエス様を信じても、キリスト教多くの方々に、ごめんなさい。知っていただき、すべての人が救われることを毎日願っています。戦争は罪が起こすということが書いてありますよ。ああ。どうして他の動物をノアの洪水で殺したのか。難しい質問ですね。ちょっと、即答できません。すいません。イエスが正式だと思うんですが、イエスって構わないんでしょうか。カトリックではイエスと言ってますね。カトリックではね。プロテスタントではイエスと言ってます。本当はイエシュアですね。イエシュアが本当みたいです。どうやったら救われるのか、もうちょっと説明した方が良くないでしょうか。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを告白するということですね。私は夢で神様や鬼を見たりするのですが、どうしたらいいですか。イエス様を信じると悪魔を見なくなりますね。イエス様を信じると、悪魔を見なくなります。以前の日本人は全員地獄に落ちたんでしょうか。基本的にはそうですね、基本的には。はい、それではですね、招きをしましょう。ね、招きです。仏教の神とキリスト教の神が戦ったらどっちが高いんですか？強いですか？神様は一人しかいませんね。神様は一人しかいません。悪魔って神様。悪の神様。まあ、悪魔のことを神様とは、言わないですね。まあ、死神とかそういう言い方はありますけど、悪魔は悪魔ですね。女神もいません。女神もいません。この世の神は全部偽物ですね。この世の神は全部偽物。はい、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、本当の愛が欲しい。天国に行きたい。永遠の命が欲しい人。アメンと言ってください。本当の愛が欲しい。生きる意味を知りたい。救われたいという人。アメンと言ってください。救われたいという人。アメン。救われたい方、アメンと言ってください。アメン。アメン。アメン。本当の愛が欲しい。アメン。そうですね。雨は多分まだ分かりません。やんだかどうか。アメン。聞いたこと答えてください。ごめんなさい。意外とコメントが早く流れちゃうので、お祈りしましょう。天の父様、今日の放送感謝します。あなたについて、救いについて話すことができました。どうぞリスナーの
心に触れてください。今、アメンと言った方々が、あなたを知り、永遠の命を受けますように。永遠の命を受けますように。唯一の神であるイエス・キリストを知り、真理を知り、人生に意味を見出しますように。イエス・キリストがいなければ、すべてが無意味です。すべてが無意味です。イエス・キリストを信じて、初めて生きる意味が与えられます。どうぞイエス様、リスラーの人たちが、イエス・キリストに会って、生きる意味を得ますように。生きる意味を得ますように。生きる道を持ちますように。天国に行く希望を持ちますように。神の愛を感じて、神の愛を感じて、神の愛の愛を学び始めることができますように。そして、神の愛で満たされて歩むことができますように。リスナー全員を祝福してください。日本にリバイバルが来ますように。日本にリバイバルが来ますように。日本に訪れてください。日本に訪れてください。今日一日が素晴らしい一日となりますように。あなたの奇跡や、あなたの恵みが満ちた一日、あなたの喜びが満ちる一日となりますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。アーメン。はい、皆さん、イエス・キリストを信じるということは素晴らしいことなんです。もう自分で悩んだり、心配したりしない。全部、イエス様に委ねてください。そして、神様の喜び、神様の平安を受けてください。人生は素晴らしいです。皆さん若いですから、ね、ツイキャスやってる方は若い方が多いと思いますけど、若ければ若いほど、人生が素晴らしくスタートできます。皆さんの人生は、イエス・キリストにあって、右か左か、ピースして、右か左か、皆さんが地獄行きから天国行きの、人生になりましょう。自分の罪をイエス様に言って、自分の罪をイエス様に言って、イエス様はその罪の身代わりになって十字架が、で死なれたことを信じると救われます。アメン。そうですね。はい。それじゃあ時間が来ました。ありがとうございました。今晩はニコ生です。今度ツイキャスは土曜、あさってですね。あさっての朝です。またお会いしましょう。シャローン、シャローン、シャローン。ありがとうございました。シャローン。良い一日を。